酔っ払いかこの人。めっちゃ酔っ払って絶対目の前では吐かないでほしい。うえっく、こういうのが客で来るんだろうな。ああ、こういう人この間いた。これこれさんの誕生日会の時に帰ろうとしたらこういう人いた。すっごい引き返ってた。カーッカーッってね。6点ありがとうございました。よし、次は迷惑客への対処だ。武器を装備して迷惑客やれ。バレだ、やばい。これ死んじゃわない？でもなんか都合よくヘルメットかぶってない？あ、白い髪なだけか。やばー、おやんのかこら。うぜー、おやるまいか、帰れボケ。またヤンキーだ。おやんのか、うらっす。アルバイト。あ、え、もう何すんのマジで。もう最低だな。遅いの、うるせえんだよ。僕アルバイト。お前万引き犯だ。絶対。え、ごめんなさい。殺すぞ。お前が私にメール送ってきた。殺害予告犯だな、この野郎。僕アルバイト。くそー。はい、いらっしゃいませ。あ、どうもどうも。うん、グッド。ナイスだったでしょ、今のは。もっと褒めていいよ。なぜ？バカ野郎！夏、あ、綺麗だね、たまや。綺麗だね、私、今年花火見てないからだ。あ、いいね、いいね、いいね、もっとやれ、もっとやれ。あいつほっとこう。あ、綺麗だわ。頑張れ、頑張れ。あ、いいね。あ、めっちゃ綺麗だね。あ、いいね。あ、みんな花火だよ、ほら。あ、綺麗、でっけえ花火だ。ありがとう。めっちゃ綺麗じゃない。わあ綺麗。夏花火見てないんだよね。ありがとうね。あ、いらっしゃいいらっしゃい。たまやー。たまやたまや。ちょっとでも騒音がすごいわ。アルバイト。見てたいけど。あ、え、ペンタ。ちょ、ペンタごめん。なんだいつら。映して平気か。あ、びっくりした。センシティブかと思っただろ。アルバイト。お前。僕アルバイト。え？隅っこは落ちて、なんか嫌なことあったっすか？嫌なことあったっすね。私がちょっと忘れさせてあげますね。僕アルバイト。誰だお前。僕アルバイト。僕アルバイト。え？余裕だぜ。そうだね。余裕だわ。大丈夫っすか？あー今の人、ま、出てこい。やばいってこれ、店長に怒られちゃう。おじさん大丈夫？頑張って。おおお、気をつけてくださいね、変なやつ多いんで、ここマジで。あーまずいね。バレてないの？いや、めっちゃ見えてるんだけど、ちょっと弁当ごと入ってる。僕アルバイト。ん？何か？すまない！先生、嘘です。へ、うん、おはよう。アルバイト。はあ、はあ。え？あるじ。コンビニでエッチな映像を見ようとする変態だったわ。うん、え、こっち見て。スマホごとぶっ壊してやる。アルバイト。あ、いらっしゃいませ、お待たせしました。うわ、誰、何やってんすか。下着ないかな、店員。ボケー。アルバイト。または忘れさせてあげるね。僕アルバイト。起きた時には全部忘れてから大丈夫だよ。はい、時間カチャカチャ言ってる、怖い怖い。ね、あと二人。あー、土野郎。なんだのマジでこれ、全然。あ、店長だ。いや、悪かったな、大変だったよな。あ、いい、ありがとうございます。
迷惑客の対応をしたりしなければならないと思うが、嫌なことは嫌でいいんだ。嫌な客はぶん殴れ。自分自身を大切にするんだ。ところで明日から旅行、てんてんてん。悪いけど1ヶ月ほど頼めないか？頼むよ、バイト。はっはっは。僕のアルバイト！よし、アルバイトやめるか。おお、ちょっと待ってね。いや、楽しかった。買い物客、椅子に座る一般人、コンビニをうろつく一般人、謎ポーズ、ヨガ、あ、ヨガだったんだ。迷い人、ペンギン、かわいい、店長じゃない。